さあ、行くぞ。すいません、ちょっとクランチ配ってるんですけど、クランチ配ってるんですけど、いります？クランチ配ってるんですけど、いります？大丈夫。ちょっとめっちゃ髪が綺麗だなと思って。はい、ありがとう。すごいタイプなんで、よかったら今度でもいいんですけど、ご飯行きません？今度。今度、うん、あ、今からでもいいですよ。え、今からでもいいですけど。今ちょっと今日帰るかな。そうなんですか。クランチ食べます？3種類あるけど、うん、ありがとう。ディズニー行ったの？いや、友達にもらった。友達にもらったの？そっか。 LINE 交換しない LINE？ うん、まあいいよ。まあいい。すごいね、なんかなんでそんな感じの髪なの？え？なんで？ミュービュー理由はないんだ。明日は学校、明日は仕事、うん、休み、うん、あ、そうなの。じゃあちょっと散歩しよう。今日、うん、え、じゃあちょっと帰る、うん、疲れた。何してた？私遊びに行ってた。秋葉、うん、どこ？八王子ってなんかある？友達が八王子に住んでるから。ああ、八王子でまあご飯みたいな。なるほどね。お姉さんはこの辺なんですか？うん、この辺じゃない。どの辺？まあそっちの方。どうですか？何？どうですか、お散歩？いや、ちょっと今日は帰る。今日は帰るよね、うん、うん、じゃあ後日、明日。明日明日空いてる？明日空いてる。あ、マジで？明日、じゃあ、昼僕空いてるんで。空いてるかな、うん、空いてないかもしんないけど。明日昼だったら空いてる。あ、本当？うん。空いてたら連絡するね。じゃあ、明後日で。明後日って何日？ 8日？ 明後日、多分夜だったら空いてる。うん、夜シフト入ってなかったら空いてる。あ、マジで。え、何してんの、仕事？ガールズバーしてる。あ、そうなんだ。確かにガールズ感ある。ガールズ、ガール、女の子感ある。すごい、ね、なんかチョコ配ってる人マジウケるんだけど。配ってるっていうか、さっき友達にもらってそのままこう歩いてたっていうか。あ、そうなんだ。そうそうそう、まあ帰ってただけなんだけど。で、配ってるわけじゃないんだよ。あ、そうなんだ。たまたま持ってただけで。たまたま持ってただけ。そう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 。そうなんですよ。なんかチョコ持ってる人いるなと思ってた。え、毎回気づいてた？いや、歩いてくるときに。あ、そうなんだ。なんか持ってる人いるな。チョコってか飴かなと思ってた。あ、飴ちゃん配ってる。おばちゃんみたいな感じで。持ってたけど、うん、チョコだった。チョコなんですよね、実はね。まあ、今日はちょっと時間あるんで、まだ終電まで。あ、そうなの。うん、ちょっと遊ぶか。いや、今日は帰る。今日は疲れた。うち実家だから。あ、そうなの。そう、親に何か言われるのめんどくさいから。あ、門限が。門限はないんだけど。門限はないの。で、全然もう朝帰りでもいいんですか？嫌だ。嫌だ。なんか言われたら嫌だから。なんか言われたら嫌なんだ。なるほどなるほど。うるさいから。でもまだ時間あるでしょ、ちょっと。もうない。まだ全然、うん、ないよ。終電まで2時間ぐらいあるの。ね、終電で帰るつもりないから。終電で帰りそう。本当？うん。帰りそうな感じある。うん。これ何歳？20歳。20歳。あ、そうなんだ。よかった、未成年じゃなかった。何歳だと思う？いくつ？普通だと思う。25。おー、だいたい合ってる。おー、すごい合ってる。26だけど。え、6回。この間まで5だったよ。あ、そうなの。じゃ、だいたい合ってるわ。だいたい正解。そっか。ちょっと散歩しようぜ。え、いや、ちょっと今日は帰る。今日、うん、今日は帰るんですか？改札前だったら散歩できるよ。何線？今日は線。え、いつもは
あ、日替わりランチとか。そうね。あ、そうなんすね。そうなんす。そうなんすといえばポケモンで言うと多分ルビサファとか絶対わかんない世代だよね。そうだよね。あ、その世代だよね、多分。結構年齢差あるもん。まあ、ないか。まあ、こんな、まあ、5、6、まあ、変わんないね。うん。一緒だね。一緒だね。彼氏はいるの？おお、ちょうどよかったね。ちょうどよかったね。グッドタイミングだったね。ね、クリスマス前でね。何が？その前に間に合ったね。何が間に合ったの？間に合ったね。何が間に合ったの？謎なんだけど。いや、ちょうど彼氏できたじゃん。いや、彼氏じゃないの。え、じゃあ何？何？何者？声かけてきた。声かけて。あ、その程度ですか。うん、その程度ですか。うん、マジですか。こっちよ。こっちか。ガールズバーでもあれなんですよね。絶対あれですよ、モテますよね。表になるよね。そう。なんでおつけずお声掛けされるよね、結構。え？お声掛けされる。そう。客からお声掛けされない。どういう声掛けるの？なんかプライベートでも遊ぼうみたいな。あー、あるわ。あるんかい。ある。あるんかい。バイバーイ、連絡してね。というわけで、この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録とグッドボタン、グッドコメント、Twitter、TikTok のフォロー、よろしくお願いします。あと、YouTube では流せない有益な童貞卒業方法をメルマガで発信していますので、概要欄の方をチェックお願いします。では。